夢ラジオ第四千百三十六回。今日は令和五年六月七日水曜日です。時刻は午前六時半。水曜日の朝ですね。空は曇っています。いかにも梅雨の空、梅雨空ですよ。リスナーの皆さん。もうお目覚めでしょうか。私は夢ラジオです。 さて、水曜日の朝今回は青汁王子が関わっているのかこんなタイトルでお話ししましょう一体立花 VS 大津のいざこざに青汁王子が美咲裕太さんですね関わっているのかでこの青汁王子って いう人まあ夢ラジオでも何度か取り上げてお金持ちのお方実業家ですねけれど暗号通貨ではもう何十億円も損して、まあ、そういうお方でもありますまあひけらかしてるわけではないんでしょうけどけれどお金あるよっていうのを全面に押し出したそんな YouTuber そんな青汁さんが 橘さんに頼まれてとあるお方にあの「大津さんを脅迫しろ」と言ったそしてそれをあの大津黒川のラインが訴えている今そんな状況のようですねでもう一回言いますよ大津黒川のラインによると橘さんに指示された 青汁,が青汁さんがとあるまあ人物にそのとある人物っていうのがまた宏とつるんでるお方ならしいんですけどに今日さして一丁大津綾香を脅してこいと言われて脅したそして近々黒川大津のラインからこの件に関して記者会見が開かれるとか。 で一体この立花さんとあ三崎雄太さん、まあ、青汁王子さんですね今言ってどういう関係なのかは不明まあかっこいいお方なので三崎さんはですからあの立花が言う有名人を候補者に出してそしてあの得票を狙うというその戦略にはぴったんこでですから堀エモ門と並びこの 青汁王子には、立花さんから、まあ、水面下で、次の選挙があったら出てください。みたいな話はずっとあるだろうと思われます。それはあのはっきりはわかりません。立花さんも言わないし、青汁王子も言わない。ただ、つながりはあるようです。このお二人には。しかも、この青汁王子と、そして立花さんの関係って、別に今始まったわけではなくて、立花さんが。あの 森友学園を救おうと思っってて動いたた時があったんですねその時にも実は青白王子が非常にこの森友学園の問題に深く関わってまだ青白王子も若い感じの人でしたからそのあの頃から実はこの二人まあ付き合いがあるんですよ。共に森友学園を救おうとしていたわけです。 で結局救おうとしていたのですが立花さんは森友学園問題からは離れそして籠池夫妻からも距離を取っているわけですねで当然青汁も距離を取っていることでしょうただし当時は立花さんも籠池さんに8,000万か9,000万のお金を貸していたと思いますで青汁王子もやっぱりお金を使って あの援助しししようとしてましたねだからあの森友学園問題っていうのは何もあの籠池夫妻が全面的に悪かったっていうそんな事件ではないだからあのおばさんの方でも「青汁おじさん」とかって言ってあの頼りにしてますみたいなそういうことがありましたあの頃はねでそのまあ因縁浅からぬその立花そして青汁なんですけど その青汁が一体立花に言われてでその広ロラインの人物に「おいと大津を脅せ」と言ってそしてその人が脅したとこんなふうにあの大津さんは訴えでその背後にいる黒川が訴えそして広ロはというと「僕知りません」みたいな感じであのこの件からは抜けますとまあヒロらしいよね何かあったらすぐ逃げるという。 で青汁王子も実はこの48党問題に関してはあの関わり合いませんっていうようなことを少し前に言ってましたねだから青汁なりにあこれややこしい話題になりそうだっていうことでもうあの深入りしないことに決めたんでしょうだからまああの広ロとかあるいはあの黒川とかああいう方々があの関わり合う問題はもうこのようにあの 話がややこしくなるというのがもう相場なのでですからそもそも相手にしない方がいいっていうのがあのルールなんですがけれど立花さんとしてはその黒川さんだか廣さんだかが大津さんにひっついて。 新しいフォーティエイトと本物のフォーティエイトとはこちらですなんて言い続けているもんだから相手にせざるを得ないという、まあ、そういう状況なんですよ。一体この広しラインのその脅迫したというふうになっているこの人物が誰なのか全くわからないし、ちょっと調べる必要もないですね。しょうもない話なんですよ。 そそしてその青汁がこの人に何かそそのかしたとあの黒川大津のラインは言ってるそうですがおそらくそんなことしないでしょう青汁さんはまあ私もあのたまにあの青汁の発言は聞くようにしてるんですけど全部は聞いてませんがまあまあまともなことは言っていてあの投資のけたらね投資ではこの人めちゃくちゃ下手くそです。 あのだから吸ってばっかりなんですよ。で実業で稼いだお金を投資ですってだから僕は投資ダメだねと実業なら勘はあるのにみたいな、まあ、そんなこと言ってるお方。けどねあのそんなに戻るようなことを人の道にもとるようなことをする人ではなさそうだあの青汁はね。だからの青汁がこの人物に何か言ったっていうのも非常に。 そんんな証拠どこにあるんやとでましてやその青汁にその立花さんがその青汁さんとちょっとあの大津さんを脅すように誰か動かしてくれよなどと言ったなんてありえないでしょうだから立花さんもこんなバカな話あのもうこれ以上は喋らないことにしますなんて言ってましたね。ただし まあ言われっぱなしだと立花さんも聞こえが悪いですから名誉毀損だということでににはこの話をしに行ったようです一回警察署に行ってこの話をしとけばそれがあの証拠にはなりますのであの将来どう扱うかは別にしてあの言っとくべきだということで話はしに行ったんでしょう、ね。刑事が6人ぐらい出てきたっていうふうに立花さん言ってましたね。 でこひろしが一抜けたっていうふうにあの逃げてしまってで残りは黒川そして大津とでこのお二人がそのひろしラインのその人物からしかもその場にひろしがいたっていうんだけどどうなんでしょうねこの辺ってであの脅されたとかなんとかっていう話に今なっていますまあどうせ何にもできないでしょうから口で何言ってよと「ふーんと」と「来るなら来なさいよ」ぐらい言っとけば 結局こういう話ってなくなっていくものなのですがまあそれを取り上げてしかもそれをたどれば立花のせいなんだと言い出すあたりですねまあもうだから48党のこのお話ってもうそろそろあのやめにすべきですよねこれ。 で大津さんはもうああいうお方ですから自分からもうこの話疲れたしもう利益一つもないしやめますというふうに多分言わないで黒川さんはというともうあっちこっちで、えー、と敵ばかり作ってでもうあのこういうことをこういう人騒がせっていうのをやり続けないともう持たなくなっているのでもう黒川さんもその意地でやり続けるでしょう。 で結局そういった者たちと関わり合っていた立花さんがいつまでもそういうドタバタ劇に付き合わされるそしてその影響を浜田や斎藤が受けるというこういう状況あと NHK 党の職員も受けるとこういうことだねだからまあ変な結論ですけど日頃から誰と付き合うかはきっちりあの精査しとかないとダメであこれおかしいなこの人あのまずいぞっていうふうに 思うことがあったら、さっとあの身を引くっていうのも大事な処世術ですね。それを教えてくれますよ。ずる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 。あの黒川との関係を続け、去年の秋ぐらいから、立花さんもあこれ黒川さんやってることおかしいなとは思ってたはずなんですよ。それを続け見て見ぬふりをして見て見ぬふりしてたのは立花さんですよ。ほれで、あのどっからともなく、その。 次の NHK 党党首はこの人です全部委ねます」と言って大津さん連れてきたのも立花で,でこのお二人に今手を噛まれてるわけですよ立花さんは「イメラジオ」今回は「青白王子は関わっているのか」こんなタイトルでお話し,しました水曜日です。